インテリジェンスは知能、知性や重要な事項に属する情報のこと、情報のことを表すこともある。インテリジェンスは知能やそれの働き、あるいは知能が働く上で利用する情報群などを内包した概念であるが、ものを考える能力があるからといって、あるいは情報が集積されているからといって、それがインテリジェンスの概念に相当するわけではなく、 その双方が揃って正しく機能することがインテリジェンスであると解される。知性は感覚機関で知覚された情報を内部情報や様々な経験といったものと照らし合わせて客観的に的確な判断を下すことである。これは生物学などの視点から見れば程度の差こそあれ昆虫や微生物といった 極小な生物でも普遍的に行っていることであるが、より工事の哲学など精神性や抽象的概念を論じる分野においては、昆虫や微生物が外界を近くして、それに即した行動を行ったからといって、これが知性の働きによるものだとはあまり認識されない。一方で今日我々人間が利用しているコンピュータを含む様々な機械や装置は、その機能を詳しく知る者にとって、 昆虫など単純な動物の脳機能程度の複雑さしかなく、しかも自然界に存在する脳神経回路と比較した場合には極めて限定された機能しか持たない。イカの脳をコンピュータとして見た場合に驚くほどコンパクトで高速演算機能を備えているのに比して高度、高速な処理能力を有する人間の作ったコンピュータは相応の容石を必要とするなど、 道具としてのコンピュータの能力はまだまだ原始的な動物の脳ほどにも賢くはない。しかしこれら人間の道具として作られたコンピュータは利用者が操作しやすいヒューマンマシンインターフェースを備え、また人間が理解できる形で情報を出力する機能を持ち人間が求める機能に特化して設計されているためインテリジェンスであると認識される。ありがとうございます。